皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もびっくりマンワンダーコレクションやっていきたいと思います。略してワンコレ。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。今日の動画なんですが、今日の動画はですね、このシャーマンカーについてやっていきたいと思います。まあ、こちらのキャラクターですね、まあ、無事に当てることができたので、まあ、ちょっと詳しくね解説していこうかなと思います。はい、ということでもしよかったら最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。シャーマンカーン。はい、ということで本日もやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで、このシャーマンカーンですね、貴族性キャラクターで、ヘッドのキャラクターになっております。つまりかなり貴重なキャラクターなんですね。で、まあ、このキャラクターですね、まあ、どういうキャラクターかというと、まあ、こちらのスキルをご覧ください。40秒間貴族性の味方の会心率を 8% 上昇する。それからその下、パーティーの HP を回復力の 78% 回復するということと、はい、最後にこちら、パーティー内の1体の HP を回復力の 26% 回復するとという能力を持っております。まあ、後衛としてね、かなり活躍してくれるキャラクターですね。うん。で、まあ、この会心率を上げてくれるということで、あのキャラクターとめちゃくちゃ相性がいいんですね。まあ、そこに関してもお話ししていきます。はい、ですがとりあえずシャーマンカーンについてお話しますね。で、お次ですね、リーダースキル見てください。全属性キャラの奥義の余ダメージを 15% 上昇するという効果になっております。こちらの奥義の火力を上げてくれる、まあまあ強いです。こちらまあまあぐらい、うん、ただし、まあ全属性というところは強みですかね。ただ、まあ、リーダースキルでの運用はちょっと考えなくてもいいかなっていうふうに個人的ヨッシー的には思っております。この奥義の余ダメージで言うとですね、まあどうせならこっちのフェニックスの方がいいと思いますし、全属性の威力に関しては、まあ、ゼウスの方がいいですね。やはりですね、平均的な火力っていうのが全然変わってきますので、まあ、ちょっとね、この奥義の余ダメージを上げるだけじゃちょっと心もとないかなという気持ちでございます。まあ、あくまで個人の感想なので、まあ、それぞれですね、まあ、キャラクターに合った使い方をしていただければうまく使えると思いますが、まあ、ヨッシー的にはちょっとリーダースキルはまあまあぐらい、真ん中ぐらいかなっていうふうに思っております。はい、でお次、奥義なんですが、奥義はこちらですね。味方全体の HP を回復力の 104% 回復する。貴族性パーティーの次の奥義の威力を 1.2 倍にするということで、まあ、意外と攻撃的な一面を持っています。なので非常にこの奥義は強力です。うん。で、この回復力の 104% っていうのも結構でかくて、こちらのシャーマンカーンって結構回復力高いんですね。なのでそれに対しての回復力もあるので、まあ、非常にね、回復役としては重宝するキャラクターになっております。なのでね、このように奥義も強く、安定感のあるスキルも持っているので、かなり強力なキャラクターにはなっております。はい、ということで、せっかくなので相性のいいキャラクターを紹介していきます。やはりこの整形美帝とのコンボがめちゃめちゃ強いです。なのでぜひともシャーマンカーンと整形美帝はセットで入れていただければ、めちゃめちゃね、パーティーとして安定力が上がります。で、どういうことかというと、シャーマンカーンっていうのはパーティーの会心率を上げてくれますよね。この整形美帝さんは会心によってさらに火力を上げることができるんですよ。なのでこちらをご覧ください。この奥義を見てもらったら分かるんですが、会心発生時威力が 1.4 倍になるというね、かなり強力な奥義を持っています。なので、まあ、シャーマンカーンと一緒にね、うまく組み合わせて使うとめちゃめちゃ強いよということになっております。はい、ということでね、整形美帝さんとこちらのシャーマンカーンっていうのはそのような感じで相性のいいキャラクターたちになってますんで、
ぜひね、このシャーマンカーンを使うときは整形美帝さんとね一緒にうまく使ってみてください。はい、ということでですね、こちらのアリババとシャーマンカーンのガチャありますよね。これ引くべきかどうかっていうのをちょっとお話ししておこうかなと思います。で、まあ残り期間ももう短いですよね。で、まあ、その中でどういった方が引くべきかというと、例えばですね、この交換ポイント、交換ポイントが200近かったら引いた方がいいかなと思います。うん。ただし200いかないならもうここは引かない方がいいです。うん。それならこっちを引いていただいて、交換ポイント200まで持っていってもらって、好きなヘッドのキャラに選んでもらった方が確実に戦力的には強くなると思います。こっちの冒険の始まりガチャに関してはまだ日にちは結構長いので、まあ、ここで、ね、頑張って200連まで持っていってもらったらいいかなと思います。なのでこのピックアップガチャっていうのは結構難しいなと思う縁があって、なかなかね無課金さんで200連いくっていうのは難しいと思うんですよ。うん。なので、まあ、そういった面も含めますとピックアップガチャっていうのは少しちょっと考えないといけないのかなというふうにね、個人的には思います。じゃないとね、やはり交換ポイントの200っていうのが非常にもったいないので、うん、そこをすごく考えてしまいますね。で、例えばなんですが、まあ、この交換ポイントが次のピックアップに引き継がれたり、そういった感じになるならば、うまくね交換ポイントを残しておいてそっちに引き継がせるっていうのも全然ありだと思うんですが、今現状で全くその状態が分かっていない状況なので、まあそのリスクを考えるとあんまりそっちの方には、向かない方がいいのかなと思っております。まあ、ただしこのアリババとシャーマンカーン、まあ、非常に強力なキャラクターにはなっているので、ぜひ、まあ、ねお金をお持ちの方はですねジャブジャブと引いてもらったらいいのかなと思います。はい、ということで本日はシャーマンカーンについて解説させていただきました。まあこのキャラクター自分には必要だなと思いましたらですね、ぜひガチャ引いてみてください。でまた新キャラなど来た時にヨッシーがねまた解説などしますので、まあ、それを見ていただいてぜひ引くか引かないかもね考えていただけたらいいのかなと思います。はい、ということで本日はシャーマンカーンのお話でした。皆さん最後までありがとうございました。ではチョコ食べていきたいと思います。はい、ということで本日もチョコレートタイム入っていきたいと思います。皆さん最後まで見ていただき誠にありがとうございます。ということで今日もしっかりとチョコレートを食べていきたいと思います。そういえばですね、コメントでこのチョコレートが手に入らないというコメントがありましたね。うん、やはりですねこの売ってない時はですねアマゾンに頼むしかないかなと思います。はい、僕はまだね奇跡的にコンビニにあるんですけれども、もうなかったらねやはりアマゾン等で頼むしかないかなと思っております。はい、ということで開封の儀取り行いたいと思います。それではいきます。今日もしっかりと紙の方を取っていきます。さようなら。ということでシールの方見ていきましょう。今日はどうかな、どんなシールかな、また知ってるやつが来てくれたらいいけど、いくよみんな、せーのが、はい。ということで見えないな、これ見えますか皆さん、誰だこれ、誰だこれ、ちょっと待ってね見ていくね。反対だったごめんみんな。あ、これわかるよ、これあれじゃん、この人だよね、間違いなくそうだよね、これ見てみんな、多分そうだよね、これで合ってると思うけど、どうかな。うん、多分ねこの牛若天使さんだと思うけれども、はい、ということでこちらのキャラクター当たりました。皆さんありがとうございます。ではチョコレート食べていきます。ということでいただきたいと思います。そういえばなんかアップデートが今日来るみたいなこと書いてあったな。まあ今日っつっても撮影時とちょっと違うんですけれども、ただね多分新しいガチャが来るみたいなこと書いてあったんでめっちゃ気になるよね。またガチャにたくさんお金を使わなくちゃいけないな。いただきます。マジでうまいよこれ、ほんと。やみつきです、超うまい。やっぱこのチョコレート最高だね。今日はちょっとバキバキに割りすぎちゃった。はい、
ということで最後の一口いきます。皆さんここまで見ていただきありがとうございます。いただきます。最高です。マジでうまい。ちょっと余談なんですが、今日のお供ローソンのコーヒー、ついに無限マイナス20円がなくなってしまいました。うん、ついに終わってしまったんで、このコーヒーはもしかしたら飲まないかもしれない。だがチョコレートは毎日食べるぞ。ということで本日の動画は以上になっております。最後まで見ていただき誠にありがとうございました。今日はこちらのシールをゲットすることができました。はい、ということで皆さんアップデート楽しみましょう。じゃあね、バイバーイ。